イスルボイスリスニングクイズよっよっ、すごいの来ましたね。なんですかそれは。僕の、まあ、代名詞じゃないけど、うん、まあなんか専売特許じゃないけど、そうですよね、そういうのがあるんですけれども、はい、簡単にご説明すると、うん、はい、ぜひぜひ、まあ、あの今から4種類声を出します、うん、はい、ホイッスルボイスってね、すごいこう高い声、うんうん、笛みたいな声のことを言うんですけれども、うん、それにできる裏声、なるほど、ポテンシャルを秘めた、つまりホイッスルボイスそのものではないんだけれど、うん、ホイッスルボイスの種となるものと、そうですね、まあまあ、まあ言ったらそのままではあるんですけどね、なるほど、種だし、まあ、イコールではある、ではあるんだけど、ではあるけれども、まあ、低いホイッスルボイスみたいな感じかなっていうイメージなんですけれども、まあ、今から4種類裏声を出しますので、うんうん、その中に1つだけホイッスルボイスが隠されているので、はい、僕が今から4種類裏声を出す中でどれが一体ホイッスルボイスなんだろうっていうのを当ててほしいんですよ、ね、これはね難しいです、これ難しいと思うし、これ難しいし、これ多分結構革命かもしれないですね、そうですね、いないもん、いないですっていう感じなので、あのこの動画に関してはな、まあなんか、ホイッスルボイス出したいっていう方はもちろんなんですけれども、うん、まあ、普通になんかエンタメとしてそうです楽しめる動画になるかなと、先生に当ててもらって、そうね、あ、そうです、もういや最初は全く分からない、最近はちょっとね教えてもらってもいるし、はいはい、分かるつもりで、オッケーです、はい、ちょっとね緊張感持って、いやそうですよね、あ、ぜひぜひって感じなんで、はい、ちょっと楽しんで最後までぜひご覧くださいと、はい、じゃあいきましょう、あ、じゃあちょっといきますけど、ピッチはですね、うん、まあ今日は最初なんで、うん、ホイスルボイス編最初なんで、うん、G の4番で固定して、はい、発音はホでいきます、ホで全部ホで、了解です、いきますね、まあどの母音でもできるんですけど、まあホで了解です、いきたいと思いますね、じゃあまず1個目丸1でいきます、お願いします、ほーほー、こういう感じです、これまず丸1番なります、で2個目いきます、うん、ほー、うん、こんな感じ、はい、はい、次でいきます、はい、お願いします、ほーほー、うん、うん、まあこの、うん、じゃあ最後、はい、ほーほー、うん、こんな感じでしょうかね、そうですね、以上、これ難しい激ムズですよ、激ムズ、ほぼ一緒ね、これえみんな裏声やんってみんな思ったと思うんです、いやそうなんです、全部裏声やんって、これね違うんですよね、ちょっとずつね違うんですよ、ちょっとずつですよ、ちょ今ちょっとずつ違うんですけど、喉、うん、の感覚とかもそもそも全然違う、違うんですね、違うし、なるほど、ちょっとこれぜひこれは新規タイム、新規タイムちょっと考えて、そう、これはねこれだと思う、うんうん、っていう人ぜひコメントして、あの動画を見終わる前にもちろんぜひコメントしてみてもらって、ヒントなしで分かったらすごいですよね、すごいかもしれない、すごい、何も言ってないですもん、あちなみに一応まあたびたび僕ホイスルの動画を出してるので、そこからちょっと知識がある人はそれをヒントに参考してにしてみてほしいし、一旦その先入観だけで選んでもらってもいいのかなと、なあのご存じない方はですねと思うんですけれども、とりあえずコメントでこれだと思 う、 う、ね、見終わる前にこれだと思う、なるほど、ぜひコメントして皆さんで盛り上がってほしいんですけど、はい、これ僕、今シンキングタイムなんですけど、はい、僕もねガチシンキングタイムで、はい、ちょっと自信はあるんですよ、はいはいはい、はい、うん、はい、自信はある、いいですか、あ、いいですよ、そろそろ答えます、あ、もちろんです、じゃあちょっと答え発表いきましょうか、じゃあまず僕の答えというか、ぜひぜひ、やっぱりね、はい、まあ、僕は生で今こう聞いてるので、はい、皆さんよりちょっといい条件、まあ確かにそう、なんでもう確実に当てたいっていうのもあるしうん、僕が怖いな、うん、いやでも泣いてほしいもん、僕が怖い、誰だときどう言おうしようかなとかいいですか、え、もちろん、はい、お願いします、3番です、お、なるほど、3番ですね、はい、本当にいいですか3番で、え、いやでもいいですか、まあちょっとね、はい、悩んだところで言うと、いやでも3番でいいです3番でいいですね、3番でいいです、 OK です、はい、ファイナルアンサーでお願いします、ありがとう、3番、ホ
ホイッスルボイスです。おー、よかった。ちょっと、いやいや、これちょっと本当に答え教えてもらってなかった。そうそうそう、ただそのまま始めたんで。あ、よかった。正解です、正解です。3番、3番どの辺でそう思いましたか。正解です。そうね、うん、まあ、とにかく、うん、この豊かさと。なるほどなるほど、確かに響きなんですけどね。響きです、聞いてるの響きですね、うん、このまあ、鳴りと響きで言うと、うん、僕が鳴りと響きを使い分けてるんですけど、そうですよね、鳴りのなさと響きの強さというか、なるほど、そういうところをちょっと感じました。なるほどですね。それ多分先生のおっしゃるところで言うと、うん、僕の言語に置き換えると、はい、地声のなさだと思います。それ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 、地声のなさ。鳴りは声帯が作るやつ。そうなんですよね、はい、そうなんですよ。今の3番に関しては地声を使ってないので、うん、まあ、ミックスボイスとかとはまたちょっと違うニュアンス、うん、ホイッスルボイスを出すための裏声になります、うん、まあ、いわゆる地声抜き、僕の中でねっていうやつなんです。伝わらないやつですね、これはね。日本一マニアックで日本一細かいやつだと思います。そうですよ。でもこれは、うん、発声の探求者にとってはたまらないやつ。これやばいと思うんですけど、これはやばい。まあまあ、でもエンタメでね。そうぜひぜひぜひ、これ面白いっていう感じになりますね。そう、先生のおっしゃる通りで、地声が入ってなくて、かつ、まあ、いつも言いますけど、太い、うんうん、響きのある裏声だけの状態っていうのが、うんうん、僕の中ではホイッスル、すごい素晴らしいだし、そう、今の裏声ができないと、うん、太いホイッスルは少なくとも出せない。先生、僕のホイッスルはバカみたいな音量が出る。太いですからね。まあ、それは出ないかな。ってなっちゃいますよね。ってなっちゃうかな。なっちゃう。喉閉まったホイッスルだったら出るかもしれないけど、はい、ちゃんとこうなんか歌で、うん、歌っていう感じのホイッスルは今の裏声を磨いていくのが大事ですよっていうお伝えしたかった動画になりますと。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということなんで、どうでした皆さん、正解できましたか。あの、僕、私分かったとかね、これだと思ったんだけどな、これでもね、ちょっと難易度教えてほしいですね。確かに難しかった。これ確かに違うんですよ。難しかった、ちょっと違うんだけどな。違うんですけどね。これ僕もですね、これ裏声指導するときに、はい、やっぱり最初みんな違いが分かりにくいみたいな裏声っていうのね、そこ鍛えるの結構重要ですよね。いいですよ、これ右ね。そう、ホイッスルボイスがやっぱり分からないと出せませんよっていう趣旨のミックスボイスでしますけど、動画なんでね。教育的だな、教育的だ、すごい12ちゃんだこれ、すごい。ぜひね、ちょっとこれでご自身の耳を鍛えていただいて、日々の練習に役立ててくださいということですね。はい、参考になっているという方はぜひ、グッドボタンと、こんな感じでボイトレ関係の動画とか発声関係の、ね、動画とか日々アップしてますので、チャンネル登録もお済みでない方はぜひよろしくお願いします。李先生のチャンネルも概要欄に貼ってますので、はい、そちらも登録よろしくお願いします。お願いいたしますということで、はい、今日も九州大学の、生態研究なさってる李先生お越しいただいておりいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。